和歌山ウェーブスが所属しているのは沢上関西独立リーグという関西の独立リーグなんですけれども、はい、まあそもそもこの独立リーグというのが一体何なのかこの機会に伺っていきたいなと思います。あの独立リーグっていうのは名称からちょっと独特ですよね。そうですね。やっぱ独立っていうぐらいなのでちょっと変わった名称かなとは思うんですけども、はい、独立リーグっていうのはもともとアマチュアとして 扱われてたたリーグみたいなんですけどもなる,どなるほど、なるほど。アマチュアというとちょっと草野球的な。えっとね、はい、ま、多分企業とか、あの、社会人みたいなところかなっていうところだったと思うんですけども、<laughs> はい、まあ、あの、やっぱり NPB と異なるところが運営してるチームだったんですけども、2009年頃からですかね、プロ野球として NPB と同様に扱われるような形になってきたっていうところが、 一つかなと思うんですけど。なるほど。まあ、独立リーグというと、セリーグ、パリーグ、また社会人野球ともちょっと違う存在ですよね。そうですね、はい。沢上関西独立リーグは関西のですけれども、はい、全国的にもいくつかあるわけですかそうですね。所属しているのが、えっと、四国アイランドリーグ。その四国アイランドリーグっていうと、 阪神タイガースの藤川球児さんが一時期、コーチのチームにいらっしゃいましたよね。そうですね。はい、すねコーチの方から出られ、えっ、ー、と、コーチのチームに一時期行って、また阪神に戻られたっていうところの球団ではありますね。そこが四国アイランドリーグっていうところになります。次に、えっ、ー、と、ルートイン BC リーグっていうのがあるんですけども、栃木とか、群馬とかが所属しているような、 いわゆる関東圏の独立リーグ。そうですね。福島とか埼玉とかもありますんで、そういったチームが所属してます。で、九州アジアリーグ。もう名前の通り九州にあるリーグでございます。九州アジアリーグといいますと、はい、あの、実業家の堀江貴文さんがそうですね作ったチームがあるんですけども、その九州の方にいくつかの野球チームがあって、そのチームで 九州アジア独立リーグを構成していると。そうですね。で、そのうちのチームの一つはホリエさんが経営されてるんですね。はい、そう、そうみたいです。<ー>はい。まだあるんですけども、えっと、北海道のフロンティアリーグっていうのがあるんですけど、北海道にも、えっと、3チームですかね、うん、あるみたいです。はい、と、あとは、日本海リーグっていう、2チームしか所属はしてないんですけども、そこのリーグも一緒にあります。 最近の選手で、独立リーグ出身で活躍されている野球選手というのはどんな方がいらっしゃいますかそうですね。僕がちょっと印象にあるのは、四国から出てる子なんですけども、岸選手っていう西部に行った子ですかね。どんなところが印象に残っていて、どんな選手ですか僕は見ててやっぱパワフルなバッティングですかね。阪神タイガースで言うと、確か浜地投手、 そうですね。うん、浜地投手は、コーチですかね。コーチの出身だったと思うんですけど、阪神で1年目から起用されてたと思うんですけど、すごいね、変化球もいいピッチャーだと思いますし、まっすぐも走ってる、すごいいいピッチャーなのかなと思うんですけど。いや、しかしそう伺うとなんかやっぱいろんな選手が独立リーグから、そう LPP にしてるんですね。すねはい。まあ一方で、 セリーグ、パリーグにいる選手が独立リーグに移籍するっていうニュースもよく見ますよね。そうですね。まあ、NPB から独立に行ったり、社会人に行ったりっていう方は、野球がしたいっていうのが一番の目的だとは思うんですけども、まあ、中には NPB に戻りたい。そのためにそこで練習して、試合して、またあの、12球団トライアウトを受けたいっていう方もいらっしゃるのかなとは思います。 そんな独立リーグの選手やまたチームそれぞれがそれぞれの地域に根ざして運営をされているんですねそうですねやっぱ地域密着型のまあ野球チームとして各球団動いてるんじゃないかなと思います その地域密着という意味では、例えば、和歌山ウェーブスでしたらどんな活動をされていますかそうですね。やっぱり、あの、少年、少女の野球教室であったり、まあ、イベントごとに出てお手伝いしたり、うん、あとは和歌山ウェーブスとしては今、朝の挨拶運動っていうか見守りたいみたいな、小学生を見守ってるっていうところをやってますんで、そういうところに、やっぱ、どんどんもっとやっていけたらなとは思ってます。 もう一つやっぱりサッカーっていう非常にメジャーなスポーツがあると思うんですけども、はい、サッカーはその J3、J2、J1 とあって、はい、まあそれぞれの中でこうリーグで優勝するとチームごと入れ替わっていくじゃないですか。はい、独立リーグはそのあたりのシステムみたいなのは何かあるんですか球団ごとで上がることはなくて、基本的には今はまだ選手が NPB にかかるかかからないかっていうところで、僕らが NPB にチームごとっていうことはなかなかいかないですね。 まあ、あくまでその個人の選手を輩出するというところでそれぞれのチームがあるわけですね。そうですね。そんな中でもあの、昨年、セリーグ、パリーグの2軍のリーグに、独立リーグのチームがなんか参入したみたいなニュースを伺ったんですが。はいはい、そうですね。静岡のチームと新潟のチームですかね。うん、独立リーグからすると、結構、あの、いいニュースに感じられますか そうですね。ああやって MPB、二軍でもやっぱああやってチームができたってことはすごいいい印象というか、うん、いいことであるかなと思うので、やっぱりプロとして生きるための一つの道がまた増えたのかなと思うので、うんうん、選手にとってはすごいいいことなんじゃないかなと。でそんな選手たちが、 全力でですね、プレイする姿、ぜひ、リスナーの皆様にも間近で見ていただければなと思います。今週、田辺での開幕戦があるということですので、その情報を教えてください。はい、はい、えっ、ー、と、4月12日、田辺スポーツパークで、17時プレイボールになってます。ナイターなので、花火も打ち上がる予定なので、ぜひよかったら見に来ていただきたいなと思います。